はい、どうもこんにちは、なっちでございます。先ほどですね、マシンアテナに行ってみて風神の力を見てみました。ツイッターには投稿したんですけども、山本プロデューサーがね言ってた通り、マイティは貫通しました。まあ、自分たち側にかかるスキルみたいな感じでしたね。一旦の間吸収、その相手の吸収のあのアイコンを取るわけではなく、こっちになんか違うエフェクトがつくみたいな感じでした。で、闘技場行ってみたいんですけども、まあ、なるべくねソティスか、あとはパールか、その辺引きたいですよね。でバッチがすごい悩む。このリーダースキルがね一応ね軽減できるんですよ、6コンボ以上で。で多分合わせて半減ぐらいまでいくと思うんですよね。ただ HP がこのパーティー高いわけでもないので、 HP 安定かな。やっぱり回復力は多分体力上がるわけじゃないんで必要ないですよね。行ってみたいと思います。6コンボね、頑張ります。ビシュヌとかでも良かったんだけどね、欠損とかめんどくさいかなと思って。はい、あーバインド対策をしてこなかったね。そう、おでんがね攻撃タイプになったんで、ここで使えるなってさっき思いました。風神のねその予兆だったのか予兆というか、お、そこで盾入るんだ、面白いね。突然ガチンって言って盾が入るんですね。火力高っそうそうそう、あの7コンボだっけ、7コンボすると2倍になるんですよね。だから上いなくても100万とか普通に超えていくっていう。風神さてはこれリーダーでも全然いけるんじゃないか。ここで盾入るっていうのがなんかねすごい新鮮ですよね。おっとおっと、これは強いかもしれない。いやウェイとか列がないからね、あのマキナ的な感じで使い勝手は悪いのかなって思ってたんですよ。あの僕昔クラジマキナずっと使ってたんですけど、あいつはウェイも列もなかったんですごい使いにくかったんですよね。ただこいつは火力を上げれますんで、7コンボさえ組めば。これで楓とどれくらい差がつくかなんですけど、あーまあでもそうだね、ウェイなしだったらね平積みとかでも火力出るってことですもんね。それ大きいよね。だコンボ重視で本当に戦っていけるキャラクターってことかな。よいしょ、だ毎回6コンボさえできればダメージは減らせますし、あわよくば7コンボで火力アップって感じのスキルでしょうか。あー使いたい使いたいけど遅いんですねまあ少しスキル貯めれるとこあった方がいいでしょうということで、ここは耐えていきましょう。こいつをワンパンとかは考えてないので、たくさんコンボして減らせばいいのか。うん、だ多分半減ぐらいしてるよねこれね、合わせて50じゃなくとも40とかはしてそうですね。何パーかまた調べてませんが、パズドラの軽減とかね広いんでね、幅がねかなり 20% のやつもいれば 30% のやつもいたりとか難しいんでね。はい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 、回復がなくともね6コンボさえすればダメージ減らせますから、ここが楓と違っていいとこですね。欠損が怖くない。まあ、花火とかされたらどうしようもないですけど。はい、ユニコーンさん耐えました。ちょっと玉ドラフロアだけすごい怖いんで、あそこだけはお願いしますね、玉ドラさんね。最近そのバインド対策してきた時に限っておで玉出ないみたいなことあるから、今回がそれでいいんだよ副属性でめっちゃ削りましたね。いやーいいね、久しぶりに新しいキャラクターが出て楽しいでございます。やっぱいいよね、新キャラ使うってワクワクするよね。てか7コンボのねこの火力がもう本当に素晴らしい。だって1人だけ100万超えてるもんね。サブで、サブでお願いします、サブで、サブ、サブ、サブ、オッケー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 、許したるわ。おかしいでしょ。フラグ回収力はもう健在ということでね、ちょっと来年もこの調子で頑張っていきたいと思います。ちょっとキドロップ変換したらさすがに怒るよ。
オッケー。で、これで多分倒せると思うから、上行くんで、多分大丈夫のはず。あわよくば7コンボ欲しかったけど、楓が貫いていく。よし。で、超運ですね。さあ、風神溜まったんで、パールソティスが来ようが、今回は大丈夫ですからね。こいつにコンボ吸収させます。バインド解除しよう。よし。これ、おでんが1枠安定ですかね、多分ね。楓3枚でもいいんですけど、バインド対策枠をね、入れないっていうのは、キパにとってはもう、自殺行為なんで、やっぱり、必要かな。他に攻撃ついてて回復できそうなやつだと何かに継承とかになりそうなんで、おでんが一番楽じゃないかな。アレス。で、一応アルテミスにジンがついてますので、ブブとかもね、なんとかなると思います。ただ、その本当に一つ一つでしか対策してないパーティーなんで、臨機応変にできるかって言われたら、そうではないですね。本当に、ね、一箇所一箇所の対策しかしてないから、てかこれ水のね、副属性がね、7コンボするとね、2倍になるっていうのがすごくでかい。だから、楓とかって光をね、ウェイウェイとかで消さないと火力が上がんないんですが、こいつの場合は7コンボさえすれば水消してりゃね、上がるもんね。これ大きいよ、かなり。見ててくださいね。7しますよね。アルテミスとの差を見てみると、アルテミスの方が多かったですね。上行くんじゃダメなんだな。ちょっと待てよ。こいつめんどくさいから。素でも倍率ありますもんね。攻撃のね。攻撃タイプ素で上がってるんで。よいしょ。いやー、貴族性はね、諸葛亮が出たあたりからね、攻撃タイプに恵まれてたんで、おい。20% だろ?なんで?運営さんなんでこれ?なんか僕の端末だけさ、逆になってない?封印耐性が逆に 20% みたいになってない?そんな気、最近そんな気がしてきたんですけど、なんか僕の端末バグってないかなみたいな。ねえ、明らかにおかしくない?だって。2016年ナッチが封印 20% で受けた数みたいな総集編作れそうですよ。それぐらい受けてる。理不尽なぐらいに。よいしょ。まあ、この辺で封印されるのはまだ別に問題ないんですけどね。この先ですよね、問題は。なんかスキルなしで闘技場みたいなやってみたいな。まあスキルをずっと使わない状態でやっていくみたいな。面白そうじゃないですか。てか個人的にはこれで闘技場タイムアタック、こいつの方がやりやすい気はしてきましたね。欠損が怖くないんでね。カドマンさんのリベンジいつやろうかな。年明けてからだよな。やりたいんですよね。やりたいというか純粋に僕も闘技場タイムアタックっていう、僕も闘技場タイムアタックをやってみたいっていうのが一番大きいかな。はい、お疲れ。さあ来い、ソーティス。はあ、これパールも出なかったらさ、何やってんのって動画になっちゃうからさ、頼むよ。本当に。勝てたのに、パールソティス出なかったからボツみたいな、そんな嫌ですからね。まあ、初陣としては、取ろうか。なんか水を消しちゃいけないみたいな、ね。いつもアルテミス使ってるんで、そんなことに、そんな気がしちゃいますけど。いや、しかも、黄水ってのがいいね。これ、アルテミスパーティーにも入って、こう、火力が出せるから、すごく相性がいいと思います。まずいって。素晴らしい。いいね、この減らしてるやつ。あれがなかったら今多分死んでいたと思います。やっぱり、調整でも7コンボ組んでおくみたいなのがいいのかな。難しいね、ちょっとね。削りたくないけど7コンボしときゃ安心みたいな、複雑ですよね。これも減らせますからね。ただこいつが怖いことに変わりはないので、スキル使いたいんだけど使うのもないので、7コンボしますか。7コンボして耐えればいいんだな。いいじゃん、なんか脳筋パーティーみたいな感じで面白いじゃん。
あ、これやばい、どうしよう、7コンボしとこう、強い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 、危ない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 、この次って先制はないですよね。カグツチ、パール、ヴィーナス、あともう1点誰かいる、カグツチ、パール、ヴィーナス、あともう1点なんかいるんだって、なんだっけ、4種類ぐらいいた気がする、あ、メイメイだメイメイ、大丈夫だね、むしろメイメイで回復したいぐらいなんですけど、まあ、そんなこと言って出てくるはずがないので、どういうパズルをしてるんですかね。よし、オッケー、よっこいしょ、頼む、パール出てくれ、見どころがなくなる、はい、お疲れ様でした。いやー、やだね、ちょっと初見っていうか、初見はやっぱり動画に残したいので、ちょっとこのままこれはこのまんまアップしたいと思います。で、パールとソティスが出たバージョンはまた別でねやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ポアン入りまして、ちょっとスキル貯めたいと思います。火ですね、ここは OK、 倒します。まあ1コンボでいっか、1コンボじゃないけど、グリザルの毒がめんどくさいな、毒は弾けないしね。うわー、なんか吸収出て欲しかったな、本当にこれ何なんすかね。あ、まあでもいいか、7コンボとこの軽減の魅力は見れてるんでいいかな、また吸収のスキルはね。でもこれ、そう、パールとソティスが出ないとスキルが死に腐ってるんですよ、ヘイスト、ただのプチルドラークシャーみたいになってるんで、プチルドラークシャーはさすがに必要ないからさ、ちょっとそこだよね。確実に吸収があるマシンアテナとかそういうダンジョンならいいんですけど、闘技場とかまあ本当に保険程度にしかなんないんで、まあ、その保険がね出た時ね、もう格殺できるんですごい美味しいんですけど。ライムボディ、これも減らしますから、ドスン、やっぱ半減ぐらいしてるな、これしてますよね。次まだコンボ吸収だから普通に組むよ、あばよくば倒したいよね、倒せるかな、水にコンボとかしたらワンチャンないかな、7コンボすればワンチャン副属性でパキパキパキと削っていく可能性も、はい、オッケー、いいね、火力も十分、ブブが来たんでアルテミスの出番もあります。ただ、変換がありません、やばいね、変換がないね、ちょっとドロップ取っておかないといけないっていうまさかの事態にこれなりそうです。でも7コンボはしておきたいから、まあシーフあるし大丈夫っしょね。ウェイはくれ、ウェイは、ウェイはない、2個しかないっていうね、これ大丈夫でしょうかね。シーフ使って7コンボすればおそらく耐久は可能だと思いますので、耐久していきます。変換だな、このパーティーな、変換積んでこいよパーティーですね、見交わししまーす。ドロップ来たタイミングで、あ、そっかそっかそっか、一旦耐えてしまえばカーリーってあれが取れんのか、ちょっと待て待て待て、7コンボはしないといけないんだ、俺は7コンボしないといけねえんだ、俺は7コンボしないといけねえんだ、セーフ。全然セーフじゃない、ちょっとねテンパっちゃったね、危ないねこれ、やっぱり組まないとね。じゃあどうしよう、使うか、ダイヤモンド4つしかないけど大丈夫ですか。まあダメージを与えるというねことにしましょう、一旦目的を。実はカーリーは半減が強いってだけで、これは意外とサクッとね。はい、お疲れ様でした。ボスです。ミズピーです。ほら、エフェクトはつくんだけど、ここに。なんもないんだよ。ね。ちょっと悔しかったね、今回。いろいろね。最後危なかったしね。はい。多分倒せると思う。OK。はい。てなわけで、
割とサクサクは進めますね。まあ九州キャラが出てもサクサク進めると思えば非常に大当たりのキャラクターではないかと思いました。ということで、今回2倍なんで、そうだな、普通に考えたら今回パスするべきだと思います。2倍なんで本当に僕結構あっさり出たんですけど、かなり渋いと思うんで、あんまり深追いするキャラクターではないかなって思いますね。実際そのマシンアテナ周回とかも相方さんがこう継承とかで積んでくれればいいので、複数体必要なキャラクターではないからね。まあてな感じで、風神を使ってみた動画でございました。次回こそはソティストパールを倒したいと思います。さよなら。